森田会計検査院長令和元年度決算検査報告につきましてその概要をご説明いたします会計検査院は令和2年9月4日内閣から令和元年度歳入歳出決算の送付を受けその検査を行って令和元年度決算検査報告とともに令和2年11月10日内閣に開封いたしました 令和元年度の一般会計の決算は、歳入109兆1623億四円、歳出101兆3664億四円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。令和元年度の特別会計につきまして、会計検査院は13特別会計それぞれの歳入歳出の決算を確認いたしました。また、国税収納金・整理資金は、収納済み額77兆4666億四円、 支払い命令済み額16兆5970億四円、歳入組入れ額59兆4841億四円でありまして、会計検査院はこれらの受け払い額を検査完了いたしました。令和元年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は4政府関係機関それぞれの収入支出の決算額を検査完了いたしました。令和元年度の歳入歳出等に関し、会計検査院は、 国政府関係機関国の出資団体等の検査対象機関について書面検査及び実地検査を実施いたしましたそして検査の進行に伴い関係者に対して4 0 4事項の質問を発しております検査の結果検査報告に契機した不当事項についてその概要をご説明いたします まず、法律・政令、もしくは予算に違反し、または不当と認めた事項は、合計二百五件、八十七億五千八百九十五万四円であります。このうち、収入に関するものは、四件、十一億四千五十三万四円であります。その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料の徴収が適正でなかったもの。などとなっております。 また支出に関するものは176件57億8204万4円であります。その内訳は会計経理が適正を書いていたもの、計画が適切でなかったもの、医療費の支払いが課題となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税の交付が不当なものなどとなっております。以上の収入支出に関するもののほか、貸付条件に違反していたものなどが、 25件18億万余円あります次に、令和元年11月から令和2年10月までの間におきまして、会計検査院法第34条、または第36条の規定により、意見を表示し、または処置を要求いたしましたものは14件であります。その内訳は、国民健康保険、特定健康審査、保険指導、国庫負担金の交付額の算定に関するもの。 保育・干ばの実施に関するもの、知籍調査事業の実施により作成された知籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。次に 本のの指摘にに基づき当局において改善の措置を講じた事項は22件でありますその内訳は国,、えー、国際連帯事業の実施に関するもの物件の買い入れなどに係る契約における会計法令に基づく検査の適正な実施に関するもの地域再エネ水素ステーション導入事業の実施に関するもの 貸借契約により調達した情報システムの撤去にかかる会計処理に関するもの、有効に利用されていない土地および建物に関するものなどとなっております。次に不当事項にかかる是正措置等の検査の結果につきましては、昭和21年度から平成30年度までの検査報告に契機した不当事項のうち、 是正措置が未採となっているものは35省庁等における341件84億5162万4円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは35省庁等における331件82億7344万4円となっております。また平成30年度決算・検査報告において改善の措置を の履行状況を継続して検査していくこととした本委員の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち改善の処置が履行されていなかったものはありませんでした次に令和元年11月から令和2年10月までの間におきまして会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したえいたしましたものは 福島再生加速化交付金事業等の実施状況に関するもの、国による地方公共団体の情報セキュリティ対策の強化に関するもの、低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況に関するものの3件となっております。次に令和元年11月から令和2年10月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、 会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告いたしましたものは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み状況等に関するもの、待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども子育て支援施策に関するものの2件となっております。次に、本院の検査業務のうち、検査報告に契機する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は2件であります。その内訳は 財務基盤の強化を図るために、特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べて、財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子会社株式等および関連法人株式等にかかる配当等の額に対して、源泉徴収を行うことにより生ずる還付金および還付加算金、 並びに税務署における厳選所得税事務及び官付事務等に関するものとなっております次に国民の関心の高い事項等に関する検査の状況としてこれまでご説明いたしました事例などを整理し検査報告に掲記しております最後に特別会計に関する法律に基づき令和元年11月に内閣から送付を受けた 平成30年度特別会計財務書類について検査をした旨を検査報告に契機いたしました以上をもって概要の説明を終わります会計検査員といたしましては機会あるごとに関係各省庁などに対し適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたがなおただいま申し上げましたような事例がありますので関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります次に 令和元年度国有財産検査報告につきままししてその概要をご説明いたします会計検査院は令和2年9月4日、内閣から令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書および令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って令和元年度国有財産検査報告とともに令和2年11月10日、内閣に回付いたしました。 令和元年度末の国有財産現在額は109兆8712億余円、無償貸付財産の総額は1兆1937億余円になっております。検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和元年度決算、検査報告に契機いたしましたものは5件であります。その内訳は不当事項といたしまして、国有財産の管理に関するもの、大社新設に伴う残土の処理、 に係る工事費の積算に関するもの、意見を表示しまたは処置を要求した事項といたしまして、林道施設に係る長寿命化点検を踏まえた個別施設計画の策定に関するもの、保育干ばの実施に関するもの、本位の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、有効に活用されていない土地及び建物に関するものとなっております以上ををもって概要の説明を終わります。 ありがとうございました、えー、この際、麻生財務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。麻生財務大臣委員長先、先ほどの決算概要説明につきまして、配布資料の3ページ目の3行目におきまして、国の債務の総額と説明をいたしても、正しくは国の債権の総額でありますのため、訂正をさせていただきます。 以上で、令和元年度決算ほか2件の概要説明の聴取は終わりました。令和元年度決算ほか2件に対する質疑は、後日に譲ることといたします。ここで麻生財務大臣はご退席いただいて結構でございます。ありがとうございました 国家財政の経理および国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査員